目の前にあるものを直す、という視点では、そういう視点もあるかもしれない。日本、その小銭の概念を明確化。お金は増える、日本では、それを意識する。その上で、アメリカに、紛争解決機構、それを置くことで、アメリカでは、戦争の肯定の結果が、経済的な発展につながっていく。しかしその時、日本は自国内での騒乱その仲裁に、あるいはアメリカの介入を許容せねばならないわけだ。目の前には、何があるのか。アメリカは、世界最強の軍隊を持っている。そこが戦争の仲裁をする?というのは一つの道理としては、正しい視点もある。多少その辺、全部日本、でやろう、みたいな感覚はあったが、いくらかずれはあるかも。問題なかった頃に戻す、という、そういう衝動みたいなものが、実際はあるのかもしれない。いつまで戻る?